あと2日で決まってますよ。はいはい。あと2日帰るか、我々のことです。せっかくド派手に行きましょう。はい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 。どうした？これ多分、最後のニトログリセリンがある灯台で待ち伏せしてるんじゃないですかね。はあ、そこでね、準備してるのかもね。多分あそこ最終決戦ですよ、あそこが。いるいる。これ、武装します？なんか銃とか持って大丈夫ですか？あ、作ろう作ろう。そうですね。他にも開けましょう。ああ、FB か。当たる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 。あ、そこで待っててくんないちょっと。まあでもいいですよ、これぐらい。まっすぐ行きましょう、まっすぐ行きましょう。了解です。よし。このままゴールまで行っちゃいましょうか。いいね。石炭ぶっ込みます。これで石炭ナルのまま入れちゃうと石炭ナル再利用できないんで、はいはい、石炭ナル持ってクリックすると中のインベントリ開けるんで。あ、なるほど。間違ってたの。でこっからあの右クリックかなんかすると多分ね、あのどっかに分かりました。だから一回手持ちがあっても OK です。収納庫とかにしまって、船壊れてますね。はいはい、あ、直します。できました、できました。手持ち、そう、石炭、はい、ありがとうございます。はい、いいの。キックンさん、あと近接武器あります？近接武器ない。あ、僕ありますよ、作りましたんで。欲しい。どうぞ。どこいます？ボイラー。パンパン、ボイラー、ボイラー了解です。あ、こうやって研ぎに研いだ包丁なんで、これ。やったー、最高。これが欲しかったんだ。これがねえとよ。切れ味試しちゃう。行きました、目的地です。うわっ、だあ、マジっすか。みんなちょうど開きましたよ、伝説の武器。やったー、持っちゃってやった。これ持っちゃって、持っちゃって、持っちゃいました。みんな持っちゃってください。これ船長も、船長もマスケット銃、船長も、船長持ってください。マスケット銃、はい、お父さんも持ってください。はい、俺弾10発ある。そんなんの。わ、すげえ、これいいね、驚かす、驚かすぞ、これ。これ勝ったわ。これは強いですよ。なんだこれ、強いってんだ。武装しましょう、武装しましょう。これね、火薬3個持ってるんですよ。え、これ火薬3個か。これ作れるんですかね、弾。あ、クラッシュ。ホワイトアウト。ホワイトアウト。火薬と鉛かな、で作れます。鉛、あ、鉛ね、どっかワークベンチに入れてる。あ、鉛もね、5本持ってました、僕。強い。作れますよ、これ。お、弾どんどん作って。了解です。オッケーオッケー。今どれぐらいまでこっちに来てるか見えますか？ V ボタンを押してもらってみんなの位置なんとなく分かると思う。あ、もう結構来てるんじゃないですか。もう結構来てますね。で、次多分来ると思います。で、銃の金庫の鍵が開いてるとおそらく銃を出してきますので、はいはいはい、あの、そうすると熊戦いに来ると思いますので。ああ、もう目の前にいる。そうですね、ワイドアウト。こんな感じで、こっち。ここに行っておきます。ああ。はい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 。やば。あとはもう、パチンコ勝負。あとは上からかますだけ。ハローエブリワン。やばい、草むら、草むらやばい。なんか皆さん、あの、新聞で見たんですけど、はいはい、アロマさんの首が3億5000万ベリーで、神宮寺さんがあの3000万ベリーだったんで。よっしゃー、あいつの首取ったれ。でも、神宮寺さんの首3ベリーって聞いてんけど、3000万まで上がった。すげー、1000万倍じゃないですか。いつの間に最近上がったらしい。素晴らしい。あ、なんか声する、声する。神宮寺さんと声するよ。何、嘘だ。おい、やるぞ。船の左、みんな船の左だ。武装していきましょう。船の左、オッケーです、オッケーです。船の左、どこだどこだどこだ。行きますか。いないな、見えない、とりあえず見えないですね。行きますか、これとかかな、もしか。これでも、あー、だと思う。これ、行きましょうか、みんなで。で、正面の坂から上がっちゃうと上からニトログリセリンを投げられる可能性があるんで。なるほど。左のこの桟橋にあのはしごがあるんで、そこから登っていきましょう。最終決戦になるぞ。最終決戦、名勝負。持ってないですか、弾。弾、俺10発持ってる。10発戦争が始まって。声する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 。
行きましょう行きましょう。あ、ちょっとここから、ここから登れます、ここから登れます。はい、やばい、海外証明や。これ僕があの全部あの3000世界でやっときます。大丈夫です、こいつ全部世界でやっときますんで。マジか、お願いします。あ、やばい、ちょっと上がってきた、上がってきた、上がってきた、なんかめっちゃ上がってきた。クマの罠100個ある、クマの罠100個ある。え、罠、なるほど、クマの罠100個ある。これ、これ壊しました、これ近接で撃ったらこう壊せるんで。あ、オッケー、壊した、クマの罠100個あった、これ下めっちゃ敵いる。大丈夫、気をつけて、上がってください、上がってください。行きましょう行きましょう。はいはいはい、行きましょう、東大の前。あ、ちょっと待って、トーテムだ。トーテム壊した、壊す。あ、ここにめっちゃある。壊した。お父さん行きましょう。オッケー。船長。はい。行きましょう。塔の裏にいる、塔の裏にいます。銃で全然撃っちゃっていいされ。了解です。オッケー。あ、います。持ってる。あ、クマ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 、クやべえ、やっちまったやっちまいましたね。逃げ切れなかった、クマ。ただ、クマが暴れてます。死んでる死んでる、クマやばい、クマやばい。よし、まだ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 か。いてぇ、落とされた。ごめんなさい、大丈夫。倒した、クマ倒した、倒した、倒した、ナイス。ごめん、これ僕ら、僕ら、後藤さん、僕ら、これちょっと待ってください。拾って、船の方行って、ベッドに寝かせます。水の中に入らないように、両手と死なない。うまい。おかずでしたね。僕はこれあの鍵、ね、あるんで栄養を起こすんで。覚えて声するんですけど。なんか僕ら何もしないんですけど、なんか傀儡死にましたね。おかずだったな。なんか汚い花火でしたね、ほんまに。傀儡めちゃくちゃ。なんだよ、俺も。はいよ、俺も助けるよ。はいはいはい、もちろん。後藤さん、そっちじゃない、右クマに全部ニトログリセリン。クマ、マジクマに当たってましたよそういうことだったのか。もろー、あー、死んだ。ニトログリセリン爆破されました。あー、残念。あれ、誰か。あ、栄養さん、僕起こせますよ。あ、お願いします。あ、お願いします。栄養です。おなか違いますよ。ここです、ここ、ここ、ここ。あ、もうちょい左、もうちょい左。こっちが、どっちやろ。こっち。あの、こっち、下に下ってきます。ああ、確かに。違いませんよ。ありがとう。僕らもソウルメイトですからね。痛い痛い、殴んないでください。おめろ。みんな見てってくださいよ。何やってんだてめえ。寒い方、コンロの前に来てください、コンロの前に。寒い。あら、ご飯ある方。闇ボックスじゃないです。闇、あ、やばいやばいやばい、これ懸賞金がかかってる。アルマさん、右左クリック押すと出れると思うんで。あ、出た。出た。出た。なんかやってる。出たぞ。後藤さん、後藤さん早く。後藤さん。出た。気をつけて。待って、キックンさん、キックンさん、キックンさん来る。ちょっとこれ用意しておきました。この辺で待機で、あとはもうタコ殴るんです。はい。今下。東大に東大に分かったんで、ね、お腹かけたんで、ね、あ、これ神宮寺だ。キック神宮さん、神宮さんおる。いや、やってちょっと待ってよ。自殺された。離れよ今キック打ってた、痛え。爆発された。待ってアロマ逃げてる。船長、ヨヨさん、これ持ってて、ヨヨさん、これ持ってて。あ、終わった、了解了解。あ、死んだ、あ、死んだ。まずい。あ、やばい、寒い。寒い。寒い。うわー、俺ごと行け。俺ごと。あー。でも今、エヨヨさんが
寒い。うわー、俺ごといけ。こだみじになった。あれダメなんだあそこ。こだみじでエオさんの自爆特攻で。こだみじにアロマさんが真横に立つ今。結構広いんだ。結構範囲広いですよ。あれめっちゃ強いっす。俺もダメだ。俺も。ダメだから。生きてる人誰がいるだろう。誰。あげる。ソウルメイト、みんなで脱出しましょう。いける、いける、頑張れ頑張れ。船長運動なるし、いけいけるか、いける、これ行ったか、行ったか、頼む、耐えろ俺のから頑張れ。あれ動いてる、動いてる、動いてるか、耐えてくれ、動いてる動いてる、頑張れ頑張れ、いける、耐えろ、行っちゃう、俺頑張れ俺頑張れ、行っちゃう、行っちゃう、やったー、ナイス、超ギリ、アローさんを使った、やったー、ナイスみんな、うわー、すごい、ナイスですよ。いやー、2回目で盛り上がります。いやー、盛り上がりましたね。すごいな、ドラマティングでしょ。今ドラマティング盛り上がったな。ドラマありましたね。命のバトン、すごい。あの、ニトログリセリン作戦が決まってたらもう 100% 終わってましたよ。いや、終わってました、終わってました。そしたら、あの、熊に全部壊されました。俺ら何もしないですからね、あれ。その映像見てましたよ。見てました。いや、今に目の前で汚い花火がね、パンパンパンって。あそこで熊。完璧に熊が。熊よかったよね。熊の気分次第の。やっぱ人間は野生に勝てないんですよ、野生の獣に。2人であの熊を、あの熊ちょっと置いといて、あのニトログリセリンいっぱい置いてド派手に行こうぜっていう。そうですね。ド派手に行かれま、行かれちゃいましたね。行かれてましたね。間に合わない。なんかね、俺らに向かってたらもう終わってた 100%。 いや、終わってたね。そうそうそう、終わってましたね、ほんと。あれ、力合わせて倒せたんでなかった。クマって10で何発ぐらい？10発とか。10で5発ですね。5発か。あ、5発ぐらい、あのマスケット銃やと5発ぐらいです、うん、ああ、俺ちょうど5発あったから、まあ来てたらやれたかもしれない。そうね、あれ、いや惜しいな。あれニトログリセリンのダメージ入ったのかも、はいはい、そうっすね。ニトロの誘爆、5個ぐらいニトロ置いてあったんですよ。そうっすね、はいはいはい、はい、いやでもちなみにあれでもクマ無傷でしたよ。もしかしたらマジで爆風の中から出てきた時もうほんまに怖かったですもんね、僕ら。あれ、僕を覚悟しました。マジで2発当てたんで、うわすごい。俺も1発当てて、まあ踏ませてみたいな。あれめちゃくちゃドラマチックでしたけどね。ドラマチックでした。最後は最後ね、マジそれでも超ギリギリ。そうそうそう、命のバトン、マジで命のリレーがすごかった。命のバトンでしたね、本当にすごかったで、最後エオさんがあれをあの自爆特攻してなかったら、あの氷山の真横にアロマさんが待機してて、はい、はい、怖そう、そうなんだ。で待機してて傀儡召喚したんですけど、エオさんが命の特攻しちゃったんで一緒に砕けちゃったんですよ。あれナイス。いやもう俺もどの道死んでたんで、あれめちゃめちゃ潜んでたんで、ヒョウさんとかに。いやそうそう、アロマでも動きすごい、アロマとジングジさんの動きがすごい、もうニトロの範囲を見誤ったな。そうでしたね、完全に一緒に砕け散ってたんです。今俺の視点からキックンさんって FB さんが映ってるんですけど、はい、キックンさんの父をなんか揉んでるように見えます。マジかよ。マジかよ。何やってんの俺。めっちゃエロいよ。やってますね、これ。やってますね。まあ男じゃないからな。あんな素晴らしい一斉の後に何をやってんの。これやってる。揉んでますやん。しかもなんかちょっと首筋舐めてません、ちょっと。いや首筋。いやでも今回の MVP は熊でしたね。熊だね。いや本当熊次第。ほんまに熊やった。
クマが本当に味方になってくれたおかげでクリアできたけど二人で一緒になって吹っ飛んだんでクマのせいでこれがドレッドハンガーです。なるほど、ありがとうございます。なるほど、いや名勝負今のはいきなり名勝負でよかった、おもろ結構結構だってトーテムも11本2本ぐらい立ってる、こんなに、まあこっちだってもう無理ですよ、そっちの気にしてる余裕なかったですもん、いきなり無理にしてたもん正直、うん、本当にもう2人でずっとトーテム立てながらずっと道を辿って一緒に来て全ては最後のためにそう最後のために傀儡召喚とかもご飯あげるだけだからしないで ほぼホワイトアウトとか、はい、なんか一緒に合わせて傀儡召喚してとかそんな感じで、いやーすごかった。でもギリギリいっちゃいましたね、ギリギリもう本当にドローチックでした、ほんまにそう、二人とも手加減全然してくれないじゃないですか。いや、あの僕はそんなにやってないですよ。アハロバさんまあまあいいタイミングでやっとこ、やっとこ。結構アロバさんが極悪でしたね。素晴らしい。ましてたな、うん。いやでもいいプレーだった。いやいいプレーでした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ナイスゲームでしたね。ナイスゲーム。いやおもろかったマジで。GG。GG。GG だわ。